907年の絵はがぎ。発行された地域は不明であるが、英語で書かれており、英語が使われている地域と考えられる。イースターバニーあるいは復活祭のギは、復活祭の卵を運んでくる、ギのキャラクターである。西方教会における、復活祭の風物詩となっている習慣であるが、東方教会では同様の習慣はない。同じく復活祭の風物詩である。 復活祭の卵は、東方教会、西方協会を問わず極めて古い時期からの習慣であるが、イースターバニーは、西方協会のみに見られる習慣であり、16世紀から17世紀にかけて定着したものである。本校では、特に断りのない場合、西方協会における習慣について詳述する。当初は、ドイツのルーテル教徒から広がったもので、のうさぎが、 裁判官の役を演じて復活祭の季節の初めに、子供たちが良い子だったか、反抗的な振る舞いだったかを評価していた。イースターバニーは、しばしば服を着た姿で表現される。伝承によれば、このウサギは、カラフルな卵やキャンディー、時にはおもちゃをバスケットに入れて、子供たちの家に届けるという。祝日の前夜に、子供たちに贈り物を届けるという点では、 イースターバニーはサンタクロースに似ている。この慣習についての最初の記述は、1682年、ゲオルグ・フランク・フォン・フランケナウによる、デオビス・パシャロブスである。ここでゲオルグは、ノウサギが子供たちにイースターエッグを運んでくるという、ドイツの伝承について触れている。復活祭当日に行われる礼拝で、特に、子供たちへの訓話のために、 生きたのウサギを連れてくるところも多くある。卵は生命誕生の象徴であり、ウサギは多産であることから、生命の復活と繁栄を祝うイースターのシンボルとなっている。サンフランシスコ市庁舎前のインフレータブルイースターバニーウサギは、中世の西方教会における教会芸術では一般的なモチーフだった。古代には、ウサギは、 私有動体だと広く信じられており、プリニウス、プルタルコス、フィロストラトス、アイリアノスも同様だった。ウサギは、諸女性を失わずに繁殖することができる、という考え方から、ウサギは、聖母マリアと関連付けられるようになり、装飾写本や北方ルネサンス絵画で、聖母、マリアや、幼子キリストと共に描かれることも多かった。また3位一体。 すなわちと関連付けられて、サンバのウサギがモチーフとなることもあった。この場合、三つが一つ、一つが三つを表すため、三角形もしくはサンバが連結した輪の形を取るのが一般的である。イギリスでは通常、このモチーフは教会の目立つ場所、例えば内人の屋根や、新郎のリブボルト中央などに現れる。このことは、 教会にとってこのシンボルが重要なことを意味しており、石膏もしくは、大工のせひのとであるという理論に疑いを投げかける、ものである。さらに次のような伝承もある。若いうさぎは、友人イエスが、ゲッセマネの園に戻るまでの3日間、心配しながら待っていたが、イエスに、何が起こっているのか、ほとんど何も分かっていなかった。イースターの早朝、イエスは、 お気に入りの庭に戻り、友である動物に還元された。その日の夕刻、祈りのために、弟子たちが庭にやってきて、美しいデルフィニウムの小道を見つけた。デルフィニウムは、中心に、ウサギの形をした花を咲かせていて、その小さくて誠実な生き物の忍耐と希望を表していた。ウサギは多産な主畜である。メスのウサギは、 最初の子供がまだお腹の中にいるうちに、次の子供を宿すことができる。この現象は過剰受体として知られる。ウサギ目に属する動物は早熟で、一年に何度も出産することができるため、ウサギのように産むと表現されることがある。このように、ウサギが法上のシンボルとされ、復活祭の民間伝承に取り入れられていったのは、自然なことであった。 卵を装飾するという古来の習慣の正確な起源は分かっていない。しかし明らかに多くの花が春に開花することと法上のシンボルである卵を使うことには関連性がある。花で染色されたゆで卵は家々に春を運ぶのである。東方正教会派のキリスト教信者の多くは今日でもイースターエッグを赤く染めるのが一般的である。赤は 地の色であり、キリストの地による、贖がない、そして春の生命の再生を確認するのである。卵のいくつかは緑に染められるが、これは長い冬の休眠時期が終わって、新しい芽吹きを迎えたことを記念している。ドイツのプロテスタントは、カトリック教会の習慣を引き継いで、色付けした卵をイースターに食べるが、子供たちに断食させる習慣の継続は望まなかった。 カトリック教会では、四旬節の断食期間に卵を食べることは禁忌であり、そのため復活祭の時期には、たくさんの卵が準備されることになる。卵を置く、ウサギの概念がアメリカに伝わったのは、18世紀のことである。ペンシルベニアダッチ区域に住むドイツ移民は、子供たちに、オースターハザ復活祭のウサギについて語り聞かせた。ヘースは、ヘアの意で、ウサギではない。 北ヨーロッパの伝承では、イースターバニーはのウサギであって、ウサギではないのである。伝統に従えば、復活祭前に、帽子やボンネットの中に作った巣に、色付けされた卵の贈り物を受け取ることができるのは、良い子供たちだけである。1835年、ヤーコップグリムは、これによく似た内容を持つドイツの神話について、書き記した。 これらは復活したゲルマンの女神、エオストレの伝承に由来するのではないかと考えた。他の文化にも、イースターバニーとよく似た伝承が見られる。ドイツ移民により、19世紀後期のスウェーデンにも、イースターバニーの概念は伝わったが、その習慣が根付くことはなかった。むしろ、イースターバニーのスウェーデン語、パスカランの発音が、イースターの男、イースターの魔法使いを意味する。 パスクカーリンとよく似ていたため、20世紀初期にイースターの魔法使いが卵を持ってくるというスウェーデンの伝統が確立した。イースターの魔法使いは異教の習慣にふさわしいシンボルとみなされ、スウェーデンでは現在もイースターに子供たちが魔女の仮装をする。ありがとうございます。